クメの里ということで、こちらでございます。このガンダム、まあ、岡山と岡山県北に来たらやっぱりこれをね一度は見ておきたいというものになります。というわけで今日もやってきました。今日は、まあ、すごい、まあ、この道の駅ですね、道の駅久米の里ということで、まあ、以前もねだいぶ昔に来たことあるんですけど、まあね、とりあえず、その前に、どうしても出してくれというので改めて、映像を公開します。どうぞ。皆殿を元気にしておったか、お暇にしておったか。まあな、ここはな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。と、近場にやってまいりました。この近くに人型のロボットがあると。何？それを使って美観地区に行きましょう。参るか。そうやな。もしかしてあやつか。なんかおるぞ。はい、というようなね前振りがありつつ始まる、ちょっとなんか変ななんかねモヤモヤした中での、再びなんですけど、ちょっとね今日は久米の里をねご紹介しようかなと思います。ちょっと入っていきましょうか。あったか。こういうちょっと道の駅的な情報をね集める、エリア。氷ノ山。できそうだね。昭和館か。湯の郷温泉コーナーね。まあ、いろんな、情報が。でこの、久米観光マップ、ちょっとなんかレトロな感じですけども、結構なんかいろいろと見どころがあるんですね。行ったことない久米ハイジ、これは知らなかったですね。ちょっと帰って調べましょう。これはなんか飛び出し地にあった、なんでこんなとこに、なんであるんだ、飛び出し地の料亭ですよね。まあ、こういう、場所でございます。授乳室もねあります。はい、ここが本館というか、まあ、大きいところですね、一番。食堂もついてますね。ファーストフードコーナーって書いてます。ちょっと中はね、撮影は、しないですけども、ちょっと中ね、見てきたんですけど、まあ、どんなもの売ってるって言ったら、まあ、普通にこの辺で取れるね、地元で取れる、野菜とか牛肉とか鶏肉とかで、まあ、イノシシあったりとか、まあ、なんかちょっとね、地元密着型の道の駅かなと思います。
で今日ねご紹介、まあね、したいとこはねもう突然入るんですけど、こちらでございます。このガンダムモビルスーツ、こちらをねご紹介したくて今日やってきました。まあ、岡山と岡山県北に来たらやっぱりこれをね一度は見ておきたいというものになります。脚部は動かせるように油圧シリンダー等が組み込まれています。コックピット内に人が乗り組み操作できる二足走行、これが油圧のあれかな、こんな感じです。実際に動くみたいですけども、今はこうやって静止状態、直立した状態で保管されております。まあ、岡山といえば船というかね、やっぱりこれなのかなっていう一番の武器、機動戦士 Z ガンダム。でまあ、その横にはまあなんかいろいろとまあ遊具があります。で今日のネタから少しまた寄り道ですけども、昔どこでもあった遊具があります。これもちょっとなんか気になるものですけど、動くのかな。で、あそこには五重塔が見えます。でそこには、ステージがありますね。このイベントするのかな、ちょっと登ってみましょう。です。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。今回はねこんな感じでお届けいたしました。まあ、おそらくね県内の人はほとんど、まあ、かなりの人が知ってるのかなと思います。でぜひねまあ県内の人も知らない人もそうなんですけど、県外の方もねぜひ、この機会というか、まあ、これを見てねちょっとでもなんか行ってみようかなっていう気持ちになってくれたらいいですね。まあ、ここからね普通に蒜山行けたりとか、まあ、津山の方に行けたりとか、まあ、ここから鳥取行けたりとか、結構ねアクセスしやすいというかね、なんか通過地点でもあるんですよね。なのでちょっと休憩にねこのスポットいいんじゃないですかね。まあ、それかもう帰り際にねお土産を買うついでに寄ってみるのもいいのかなと思います。それではまたありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。